ね、いろんなカードがあります。で、普通トラップと言いますと、全部で52枚必要なんですが、今日はですね、用意したのがちょっと足りないですね。で、そういう場合は、補充しておきます。そうすると、気持ちよく揃ったと思って、立ち上げて、もうちょっとかな。もう一段、それで大体で揃ったと思いますね。これやりたい。で、いつまでカードを使います。適当に混ぜてですね、適当なやつを1枚抜き出しましょう。これでいきます。ダイヤの4。で、ダイヤの4を大体真ん中あたり。このあたりですね。これ入れます。このまま完全に揃えてあげますね。そうすると、まあ上とか下ではないと。この状態で指を伸ばすと、なんと、ループが出てきて、もう一回います。このダイヤの4を真ん中辺に挟んで、指を鳴らすと、なんと上がってきてしまう。ですか、もう一回いきます。じゃあ、こちらの分かりやすくですね、曲げてしまう。ダイヤの4が曲がっていって、このまま真ん中に入ります。こうしますね。見えますか？上がってくる瞬間が見えます。よく見ると指を鳴らすと上がってきます。これで、上がってきますね。ありがとうございます。あ、これもいいですか？